渋ハルファンもいた？渋ハルも生で見れるようにちょっと技術発展させてくれ。僕もああいう会場行きたいから、2時3時とかホロライブあたりがちょっとなんとか新しい技術開発してくんないかな。で、なんか AR 的なサムシングでこう、いやまあオフラインのイベントが増えるとこうバーチャルのこう不便な部分も出るよね。コロナ禍ぶっちゃけオンラインだけだったからさ、ほとんどあんまり不便なところ目立たなくて楽だったけど、やっぱプロモ的には生身 NG なの。いやーやっぱね、界隈の空気感みたいなものとかもいろいろありますからね。この辺はこういろいろと空気を読みながら、ああだこうだどうのこうの。ポティカのやっぱ超美麗 3D もこう諸説ありけりだったからな。難しい問題ですね。前の話もな、今ネオポルテあるからね、より一層ちょっと、ああもういるってなんか。ああ V のグループでなんかナオミのライブやってたってところいたね、チラッとだけ見たな。なんかでも多少仕方ないってのはあると思ってて、じゃあ V が生まれてそっからの技術革新って、まあ、ぶっちゃけほぼ進んでない。ごくごく一部のその歌のライブ配信ぐらいやって、それ以外の技術がまあ思ったより進んでないってのもあるから、まあその結果ね、違う方向性に進んでるところがいても全然まああんまり変だとは思わないんだよな、僕自身は。ライブ 2D っていう技術がこう発達したのはマジで素晴らしいと思うんだけど、そっからの発展がないんだよ。ようやく多分今後 V 界隈のイベントもちょっとずつ増えてきて、そこでようやくなんか技術革新ちょっとずつ起こっていく気がする。今がだから本当にスタートラインなんじゃないかな。まあそれもコロナさんの機嫌次第だと思うんですけど、